主家内教から1982年5月24日は、中華民国、中華人民共和国の軍人、政治家。陽名は万 ?1920 年、チャンスワイン陳樹氏の馬玉、ひ氏のもとで兵士となったが、間もなく四川省出身の石青葉廃下に転じた。1922年、石に随住して、四川省に赴き、軍歴を重ねる。 翌年、雲南陸軍工部学校第18期不評価で学んだ。卒業後は、関東に戻って、国民革命軍第3軍に属し、北京政府派の党本院討伐に参戦した。1925年12月、重慶市で国民革命軍第9軍第1市で参謀となり、北伐の武漢攻略に参加した。武漢攻略後、新高生派の子高志宅配下に転じている。 1932年、南京中央軍事学校高級班で学び、卒業後は、陳生の第18軍参謀所に属した。まもなく、第67市、第1団団長に昇進し、第2次上海事変に参戦、戦後に同志副市長に昇進している。1938年1月、第75軍第13市で旅長とされ、 三島省方面に出撃した。年末に水見南省に移駐し、第十三市副市長に再昇進している。1940年に同市市長に昇進し、偽省一帯を守備した。1943年7月、第八十六軍軍長に昇進し、同年十一月に上徳海戦に参戦している。1945年2月に陸軍省省区組を授与される。 5月、第10集団軍副総司令に任せられたが、実際に着任せず、第8軍軍艦総隊隊長に転じた。1947年5月、第1補給区司令に任せられる。翌年、第9補給区司令に転じ、合わせて陸軍中上区組を授与された。1949年2月、湖北省政府主席などに任せられ、同省の軍政を統括し、 同年11月には、第3兵団司令権しばらく変代8、軍軍長にも任ぜられている。しかし、中国人民解放軍の前に敗北し、四線方面へ退却、12月26日に、四線昇根道権で起義を宣言した。中華人民共和国では1950年2月に、第18兵団高級政治研究班で学習し、後に、 重慶市の西南軍政大学でも学んでいる。学習終了後は、湖北省政治協商会議で常務委員や副主席を務めた。1982年5月24日、武漢市にて死去。去年81。ありがとうございます。